呂先行は、復化物水溶液を用いてブクブク害を行い、歯のエナメル質表面に、復化物を作用させて、虫歯を予防する方法である。簡便で費用が安く、放出直後の歯に比較的高い効果が得られる。局所応用法の中では、費用対効果に最も優れた方法で、学童期を中心とした、永久歯の虫歯予防対策として有用な、 方法である。定期的な復活物メ面ト布や、家庭での復活物配合歯磨き剤と併用しても、問題はなく、成人や高齢者においても、隣接面や根面の虫歯予防に、効果的である。国蘭共同計画によれば、復活物先行は、永久歯の虫歯を、紙面数では、平均27%、歯数では、平均23%減少する。 この効果は、復活物配合歯磨き剤の使用や、水道水復活物添加環境下においても、失われない。学校や職場では、公衆衛生アプローチとして、集団単位で実施されるため集団復活物選考と、呼ばれることもある。フッ素うがい、フッ素選考とも。1945年水道水復活、物添加開始により、 復活物の全身応用による虫歯予防が普及し始めたが局所応用法についてはビビによる1943年の研究を皮切りとして虫歯予防における復活ナトリウムや復活第一、鈴岩油液、酸性リン酸復活物の効果を試す先駆的努力が積み重ねられた。それら3つの合成物の効果のいくつもの優れた研究が発表された。 復化物専攻は1960年代のアメリカにて公衆衛生手法として主に学校において実施され始めた。広大な研究の結果として週1回の0.2%復化ナトリウム専攻、毎日の0.05%復化ナトリウム専攻、毎日の0.2%復化物専攻の3つの専攻体系が アメリカ食品薬品局により認可され ADA により承認された。アメリカ歯科疾病研究所の資金による17地区の実証計画により得られた。好ましい結果もあり、多い時で1200万人の児童が復活物専攻に参加した。2000年には世界で1億人が復活物専攻を利用している。日本における 復活物選考は1970年矢彦小学校地域歯科保険施策の一環として普及し始め2002年度末では全国40都道府県の2951施設において30万3182児童が参加している2003年1月14日厚生労働省は復活物選考の普及を目的として復活選考ガイドラインを公表すると 全国で実施が拡大され、2007年度には、全国の約6400施設で、約67万児童が実施している。2019年度には、厚生労働省による、右職対策投資家高校保険の推進に係る、調査が、水保助放送研を委託先として実施され、都道府県ごとの復活物選考の実施状況が、報告されている。それによると、 同年度には、全国の14,158施設、1526,857人が、実施している。2020年、復活もの選考は1970年、ヤヒコ小学校での実施から、国内実施50周年を迎え、新潟県は12歳児の虫歯本数が12年連続で、全国最小と報道されている。国蘭共同計画によれば、 復化物専攻は A 久歯の虫歯を紙面数では平均27%、波数では平均23%減少する。この効果は復化物配合歯磨き剤の使用や水道水復化物添加環強化においても失われない。復化物専攻の利用による虫歯の発生本数の減少は1年あたり小に1人につき0.4紙面であり、 水道水復活物添加地区や虫歯の少ない小児においてはおそらくその半分だろうと概算されている。1年間の虫歯増加が0.25四面の集団においては1四面を予防するために16人の小児が復活物選考を実施する必要がある。また1年間の右職増加が2.14四面の集団においては 一紙面を予防するために二人の小児が先行をする必要がある。都道府県の右職の格差と復活物先行集団復活物先行には国乱共同計画にあるような計画的な研究における実験的な効果の他に健康格差の縮小などの公衆衛生的な効果があることが知られている。実験的な研究では復活物先行液が配布されるが 現実社会では、貧困や、時間的、精神的な余裕のなさで、継続的に、復化物先行益購入することが難しい人々も多く存在すると考えられる。幼稚園、保育園、学校、職場で集団で実施することで、どのような家庭環境にある人でも平等に、輸食予防効果が得られる。 これは、学校などの環境が、輸食予防に有利に変わるというヘルスプロモーションになり、健康格差の縮小効果が期待される。実際、復活物配合歯磨き剤が普及した今日においても、集団復活物先行実施前の3歳自由食の都道府県ランキングと、学校などで実施後の12歳自由食の都道府県ランキングを比較すると、先行の実施率が高い県で、 ランキングの大幅な改善が認められる。基本的に3歳児も12歳児も、右職のランキングには、社会経済状況が強く関連している。しかし、復活物選考がこの社会経済状況が強く、関連するランキングを覆せる効果を示しているので、ある。この復活物選考による右職の、健康格差緩和効果は、学術論文でも確認されている。 国乱共同計画によれば、復モ物線香和の有害事象は、ほとんど報告されていない。国際癌研究機関の公表するエルク、発癌性リスク一覧では、飲料水中の無機フッ素化合物を、グループ3の化学物質に分類している。復モ物線香に用いられる、復モ物濃度は、週1回行う場合は 900mg、L 程度。 毎日行う場合は 250mgL 程度である。これは、復活物配合歯磨き剤の濃度と同程度か低い。日本において、復活物配合歯磨き剤も復活物専攻も40年以上の歴史を持つが、歯のフッ素症をはじめとした、有害事象は報告されていない。2003年1月14日、厚生労働省は、 復活物専攻の普及を目的として、復活専攻ガイドラインと呼ばれる通達を各都道府県知事宛に送付した。これを受け、国内の地方自治体では、復活物専攻の普及についての条例案や決議が可決されている。2009年6月16日、北海道議会は、日本国内の地方自治体では初めてとなる、復活物専攻の普及を明言した、北海道場。 高校の健康づくり8020推進条例を交付し、同日より施行している。2009年12月17日、長崎県議会は、北海道に続き復活物専攻の普及を明言した、長崎県は、高校の健康づくり推進条例を可決し、2010年6月4日から施行している。2010年6月29日、 愛媛県議会は、復活物専攻の実施を明言した、愛媛県派と高校の健康づくり推進条例を、可決し、同日よりこれを交付、施行している。2010年6月29日、佐賀県議会は、復活物専攻の実施を明言した、佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例を、採決し、2010年6月30日、これを交付、施行している。 2010年10月8日、熊本県議会は、復家物選考の実施を明言した、熊本県場及び、高校の健康づくり推進条例を制定、平成22年11月1日よりこれを、施行している。2011年12月22日、和歌山県議会は、復家物選考の推進を明言した、和歌山県民の派と高校の健康づくり条例を、 制定し、2012年4月1日からこれを交付、施行している。2012年10月12日、秋田県議会は、復活物選考の推進を明言した、秋田県派と高校の健康づくり推進条例を制定し、同日にこれを交付、施行している。2007年9月28日、和歌山県議会は、小学校等における、 復活物選考の集団実施を推進する決議を可決している。2009年3月5日、長野県議会は小学校等における復活物選考の集団実施を推進する決議を可決している2009年10月14日、旭川市議会は学校等における復活物選考を推進する決議を可決している。 1984年12月21日付で、当時の国会議員から国会に提出された、フッ素の安全性に関する質問主意書に対する答弁書は、学校における、復化物選考について詳細に解説している。学校における、復化物水溶液による選考は、学校保険法第2条に規定する、学校保険安全計画に位置づけられ、学校における、 保険管理の一環として実施されている。復活物水溶液による選考の実施に到達ては、フッ素の体に及ぼす影響について不安を持つ保護者もあるので、事前に保護者に対しその趣旨の説明を行い、その理解と協力を求める。復活物水溶液による選考は任意に行われるものであるので、それを拒否した場合、学校における。 保険管理上の義務違反にはならない。学校における復課物水溶液による選考は、学校における保険管理の一環として実施されるものであるが、その正確に鑑み、これを実施しようとする市町村教育委員会は、職務命令という手段で行うことは適当ではなく、事前に校長等の教職員はもとより、児童生徒の保護者や学校司会。 学校薬剤師等にも十分説明し、その理解を得て、協力体制を確立した上で実施することが望ましい。適切な方法による、復化物水溶液による選考については安全性に問題はないことから、復化物水溶液による選考を禁止または停止すべき、児童生徒についての基準は、設けていない。劇薬から劇薬でない医薬品を行として、 製造するには薬事法に基づく製造業の許可が必要である。しかし、学校の養護教諭がフッカナトリウムを含有する医薬品をその使用方法に従い、妖怪希釈する行為は薬事法及び薬剤司法に定職するものではない。薬事法第48条第1項において業務上撃薬を取り扱うものはこれを 他のものと区別して貯蔵し、またはこれを陳列しなければならないことが規定されているが、これに術で保管する限り、同法に抵触しない。都道府県における実施状況を示す。新潟県は1970年から実施されている。佐賀県では2002年度に小学校が導入され、2009年3月には、 小学校での復活物専攻実施率87.5%と、当時の都道府県では、全国一高い実施率となった。2011年度では168校中166、小学校で実施されている。12歳児の一人あたり、虫歯本数が2006年度2.0本から、2012年度には0.8本と、大幅に減少している。 政令指定都市の位置全国に20市ある。政令指定都市における実施状況を示す。政令指定都市中、2013年に和5市2020年には8市で実施されている。京都市は2000年代に新潟市、熊本市は2010年代に急速に実施が拡大されている。仙台市は2018年3月、 学校での復活物選考拡大を明言した仙台市歯と口の健康づくり後期計画を策定している。2018年には私立小学校1校と私立小学校1校で実施されている。2017年は4校、2020年市内120校のうち7校で実施。 小学校は1974年度より開始し2012年には、市内113校34校、中学校は1975年度から開始し2012年には58、中学校中8校で実施されている。平成30年93校を目標に、平成23年31校、平成24年34校、平成25年45校、 平成26年52校、平成27年64校、平成28年70校、平成29年82校で実施されている。1994年度より、市内90校中4校で実施。平成5年度より、市内104校のうち1校で実施されている。1993年度より開始し、平成15年度には8校。 平成16年度には4校、平成17年度には13校、平成18年度には42校、平成19年には市内168校の全学校で実施されている。岡山市は2014年、復活物専攻の実施を明言した、岡山市しか保険基本計画を策定している。平成8年度より市内91校のうち10校で実施している。 熊本市は学校における復活物専攻の推進を明言した第3次熊本市歯科保険基本計画を策定している。2021年度までの復活物専攻事業の前、小学校92校の実施を目標とし、2012年の1校の開始から2018年で21校、2019年度で41校にて実施されている。 この円滑な実施に向け、人材の確保を図るとし、熊本市の復活物選考の予算額は2019年度で710万円、2020年度には1150万円となっている。ありがとうございます。